ダルマ、いや違う、スノーマ。今回はそんな、ちょっと大きいね。帰りちょっとな、でも問題があってな、あれがないねん。ここはな、目ん玉がなあ、目ん玉がない、どうしよう。ここ目ん玉が豊富じゃない。そのままえらい顔変わったな。どうしたん、なんか怒ってる。まあまあしばらく会わんかった、そら変わるしな、成長もするし、こういうこともあるよな。うん。よいしょ。今5時半で気温は0度ですね。もう 80%でいったか。さあ今日もどでかやっとかないと。米の準備。寒いなぁ、ちょっと風吹いてきたなぁ。うん、着いた。腕かで防げるんちゃうかなぁ。ちょっと考えてもでかすぎる。うん、着いた着いた。じゃあ、あとは頼んだ。だいぶ焚き火から離してるから大丈夫やら。これ、銀座林っていう。銀座林。温めていく。すごい弾けるわ。ちょっと怖いな、これは。端すぎて煙がすごかったから急遽あっちへ行ってもらいました。あ、ちょっとスノーマンが火近くなってしまったな。春キャベツ、こんだけ焚き火離しとってもあったかいもんなんやな。すごいな、火って。やっぱり
よし、これを、だいぶいい感じになってきた。かけるかな。あ、ちょちょちょ。チャラン。上出来。いい感じ、めっちゃ。上出来やな。では明日の朝、ハヤシカレーと野菜たっぷりコンソメスープ、イエーイ、いただきます。なんか先からちょっとなんか雨降ってんのかな。それか、木のあれか、なんかぼちぼちしてる。あ、おいしい、これいや、レトルトっぽくない。なんかぽちぽち言ってる。雨降ってるな。うまい。煮たりすぎて、ほい、いただきます。熱っ、やっぱ、雨降ってる、やっぱり。雨降ってる。え、やっぱり雨やこれ。雪じゃなくて雨とか、それめっちゃ困るんやけど。スノーマン溶ける。まさかの雨か。雪じゃなくて雨か。雨か。なんてこった。雪の方が良かったよな。ちょっと温めよう。どうなんやろ、雪中キャンプ中に雨が降るってどうなんやろな、雪が。大丈夫かな。食べよう、とりあえず。それじゃないと始まらん。気温は1度で、雨降ってるだけあってそんな寒くないです。では乾杯。いや、なんか痩せた。スノーマン痩せた。頭取れそうやし。やべ。やべ。
ここ穴開いたとこシール貼りました。これ引いてこれ引いてこれやからいつもより分厚め、しかもコットやから、おやすみなさい。穴開き大丈夫でした。底付きとかなかったです。お、めっちゃ凍ってる。うわ、すごい。そうですね、スノーは昨日雨降ったけど、凍ってるからだいぶ歩きやすい。多分火入れてきたら溶けちゃうの、溶けてくれる。なんじゃこりゃ。どんだけ硬いね。ご飯の残り、茶漬け今日は。えい、お茶漬け久しぶり。よい、いけ、ちょっと足しすぎたか。これでどうや。うん、ちょうどいい、美味しい。うん、網触るとこだった、直で。ごちそうさまでした。
って。舐めるって全然立ち続けなかったからもう巻き返していきます。よいしょ。ちょっと疲れてるからめちゃめちゃ荷物背負ったら歩きにくい。あ、うわ、いやー、しかし楽しかったな。また来年やな。また来年。8分ぐらいかな。お待たせしました、牧野駅です。